はい、おはようございます。クラシトコーヒーの動画です。今日はクラスの鳴尾くんと一緒に今から京都に行ってきたいと思います。 Twitter で京都のコーヒーのお店を教えてくださった皆さん、ありがとうございます。ちょっとそれを参考にコーヒーを飲みに京都に行ってきたいと思います。夏目店長、はい、行ってきます。いらっしゃい。クラシトコーヒーの動画、今京都に一緒に行ってきます。あ、一緒に行くんだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、甘みのブラジルでご用意しています。はい、ありがとう。はい、あれ、ナルオくんじゃないですか。あれびっくりした。ナルオくんじゃない。なんで。なんか、あの、はい、京都行きたいんですけど。あ、はい、連れてってもらっていいですか。はい、行きましょうか。行きましょうか。茶番茶番でしかない。こっからね、京都まで1時間なんですよ。1時間ぐらいです。はい、意外と近いよね。すぐです、すぐ。本当に岡山の方、ぜひ。仕事できんよね、新幹線の中で。仕事できないですね。パソコン開いたらついてるみたいな。いや、本当にそうです。はい、ということで京都に向かおうと思います。行きまーす。はい、こちらは美味しいコーヒーです。視聴者さんにツイッターでこちらのお店を勧めてもらって、京都行ったらぜひ。すみません、嫌ですよね。ごめんなさい。やりたいですよね。大丈夫ですか。3分ぐらい。京都は至る所にコーヒー屋さんがありますね。そんな目線で見るからそうなのかな。ちょっと戻ってもらう。戻っていいの。営業されてるんだ。今から10年前に京都にコーヒーのことでいたことがあって、その時にお話をいろいろ聞いてもらったりしたコーヒー屋さんに行ってみたいと思います。もうだから全然行ってないので覚えてるかどうかも分かんない状況ですが、行ってみましょう。せっかく京都来たので。1.4キロ、パクるかどうかめっちゃ迷う距離ですが、歩こうかな。歩いてみようかな。結局タクシーに乗りました。すぐ着きそうです。はい、さ
感情解消ランガーをあとちょっとで着きます。さあ、10年ぶりに行ってみたいと思います。果たして僕のことを覚えてるのかどうか。ご無沙汰してます。あー、こんにちは。クラシトコーヒーの山です。遠路はるばる。ええどっかの帰り。いや、寺松さんに来たくて来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。カッター車は取りました。取りました。これ言っときましょうか。カシはさせて。はい、こうゴールドフィルターで紳士っぽく落とすんですか。はい、ね、あー、なるほど、そういう形なんですね。そうなんですね、はい、いろんなものに使えるんですね、このコーヒーって。うんうんうん。うち今、カヌレをね、うん、焼いてるんですけど、はい、そのカヌレを、うん、そのままコーヒー、牛乳を使うんで、牛乳にこのコーヒーを浸して、はいはいはい、これでカルネを作るんですね。そうすると本当にご存知のようにこれほら、香りがこの時点で、うん、そっちまで行くでしょ。これだけ残るんで、はいはい、私カサーシャをあれカヌレにしても、うんうんうん、コーヒーの風味とが残って、すごくケーキ屋さんにはできないカヌレを。この本当カシアサバレルとか使い道ですよね。そうそうそう、もう飲むだけじゃなくて、うん、こうね、うん、これの今年水出しをやったんですね。おお、すごい、うん、これがね本当にもうワイングラスに入れてほんと飲んじゃうと、うん、これけど酔いますよね、なんかね。ないって分かってても酔っちゃうっていう。これを本当にこのグラスとか、はいはいはい、こういうグラスで入れて出すと、ああ、もうそれはやばい。そうそうそう、目つぶって飲むと酔うやつ。そういうやつね。ああ、もう落とし切りで絶対いいですよ。いいでしょう。カヌレも頼んじゃいました。相変わらず素敵なお店でした。京都のキグさんに今から行ってみたいと思います。 VS3 これからどうするか、まあ、歯に関してとかですね、いろいろ打ち合わせがあるので行っていろいろやってみたいなと思います。これからの VS3 のことについてもまたお知らせがいろいろあると思いますので期待しておいてください。はい、ずいぶん遅くなりましたけど、クラスさんにやってきましたが、丸押し、どういうシステムですか。そのレジに来てもらって、ここで注文していただいて、お席でお待ちいただいたら、お持ちさせていただきます。で、メニューこちらで、ハンドドリップのバオバのコーヒーがこちらから選べる。選べる。それと、エアロプレスラテっていう、全部うちはお家で作れるコーヒー、はい、器具。お家で作れるコーヒー、使えるコーヒー器具で出してるんで、はい、エアロプレスで使った、ラテを。提供してます。で、お豆のブレンドとはシングルオリジンを選びいただけると、うん、あとはなっちゃん今日何がいい？今日ですか？今日ですか？どうしよう。一番バチバチに決まってるやつは何ですか？うそです、都合がいいやつで、ね、今日一番都合がいいやつでいいです。都合どれもいいですけど、ケニアかな。でもなんか我らのヘッドロースター、石原さんも、うん、すごいおすすめしてて、なんかうまく焼けたって言ってたし、じゃあこれをはい、クワオーバーで、ありがとうございます。トップでいいですか。トップで、はい、じゃあ、お待ちします。温度は何度ですか。94度です。はい、結構高めですね、はい、そうですね、うん、しっかり味を出してあげたいので、うん、高めです。最初は閉じときます。はい、入れるんですね。はい。
40g 入れて、かくはん割りで30秒ぐらいで、はい、40秒まで待ちます。40秒まで待ちます。普通に下げたまま、あ、もう今これリリースしてる状態ですね。裏線の時だけ本当にシンスを使って、そうです、あとはスーッと落としてる。はい、はい、最初のブラシの準備運動が一番大事ってよく言われてるので、しっかり閉じて、多分同じ組み合わせだよ。粉とお湯を触れさせてあげてます。やっぱりケニアは甘み、すごい強い甘みが特徴的なので、やっぱその感じをしっかり引き出してあげたいです。そのための高温だったりとか、そうですね、リブになってたから吸水、はい、ここなんでがどうしても袖長いし、でも落とし切りですね、これ。はい、落とし切りです。京都はバチバチの浅入り増えましたね。増えましたね、本当に増えました。一番に勝ったんですけど、もう追いつけないくらい嫌いなと思って、さっき洋蔵さんと話してて、はい、京都浅入り増えましたよねって言ったら、いや、そんなことじゃないかもみたいな。でも、もともと10年前に僕来た時の京都とコーヒー事業が全然変わったんで、違うと思います。ありがとうございます。いただきます。おはようございます。雨の京都です。とりあえずコーヒー飲みに行きます。はい、着きました。クラスさんです。モーニングコーヒーは行きつかのクラスさんでいただきます。次のお店はここから 150m すぐにあるところに行ってみます。キャンパスプラザ京都、クラスのスタンドからは歩いてほんとすぐです。ここはしごするのありですね。はい、豊洲線に到着しました。ハンドドリップをいただきたいんですけど、はい、どういう風に選べばいいですか。はい、何種類か選んでみましょう。浅入り2種類と中浅入りと、一応深入りもあって、深入りは今日のコーヒーとしてご用意してるので、はいはい、ちょっとあれなんですけど、どんな感じがお好みとかありますか。今日バチバチ調子いいのどれですか。それこれがこっちか。私たち国が全部エルサルバドルなんです。ああ、そうなんですよね、はい、うんうん、この辺は、うん、生産者別のシングルについて、ほうほうほう、さらにどういうシングルかって言ったら、うん、品種別、品種が同じだったら、うん、プロセス別、うんうんうん、プロセスが同じだったとしても、うん、なんか時間によってその収穫のロットが変わったりすると、あ、そのロット別っていう、その細分化したものをシングルとしてご用意してます。そこまでやってるんですね。私たちが扱うときはシングルとしてじゃなくて、うんうんうん、生産者が混じってしまっているので、うん、ブレンドって扱いました。なるほど。じゃあこれを、はい、お願いします。はい、ドリップって取っても大丈夫ですか。あ、いいです、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと今日は岡山からです。岡山は、はい、コーヒー屋さんをやってて、でコーヒーの YouTube をやっているんで、今日は昨日から京都のコーヒー屋さん巡りの Vlog を撮ってて、へー、すごい。10年間はだいぶ変わってましたね。ですよね。結構バチバチの朝入りが
しっかり増えてきてる印象と、10年前だったらもうウィークエンダーズさんもギリギリなかったんですね。ギリギリなかった、昨日行きましたウィークエンダーズ。ああ、そうなんですか。こんにちは。ああ、華やか。そう、すごく上品な。これプロセスはナチュラル、こちらナチュラルのプロセスのパカマラですね。あ、パカマラなんだ。 13g で何ミリですか。215ミリ。215、落とし切り。落とし切りです。落とし切りで、はい、お湯の温度が94度です。あ、結構高温でいくんですね。そうですけど、もっともっと、もっと暑い時もあります。これ京都の水はあんまりサイに向いてないから、結構抽出効率上げ、にくいので、うんうん、まあ、温度とも低めで、あともう引いて置いておくことで、まあ、抽出効率を上げていく感じです。特にうちのサイも結構パカマラとか粒がでかいからこそ、うん、エイジングが結構ゆっくり進んでしまうので、うんうんうん、まあ、ちょっと提供するために先に引いちゃったりとかする。エイジングやるとむずいですよね、そこの出た時の管理というか。そう、うちらはもともと豆屋さんでしたので、うん、液体を提供するより豆を提供したいというか、うん、豆をお客さんで美味しい豆を買って入れてほしいので、うん、結構それでいっぱい売れちゃって提供するものがなくなるみたいな、うん、あるある。そうホットストックみたいな使わないですよね。便利っすよ、便利ですけれども、うん、あと途中で飽きすぎたら勝手にリスタートされるから。あ、はいはい、勝手に止まるとかもあるので。あ、そうやって40秒過ぎて振ると止まります。あ、そうそうそう、それをちょっと攪拌2回入れるんですね。こっちの豆どっちも押さえでちょっと硬いの密度がある豆なので、できるだけを抽出効率をアグレスに引き出したいです。なんていうコーヒー屋さんですか。クラッシュとコーヒー。クラッシュとコーヒー。クラッシュとコーヒー。完全になんか映画の意味でクラッシュって。なんかシーフアイスのクラッシュアイスの。クラッシュとコーヒー。クラッシュとコーヒー。めっちゃ素敵じゃないですか。ありがとうございます。だから家で使う機械とかなんかレビューする。そうです。このタイムはスケールもうちの動画で散々やって、で精度もいいし。もうあった方がいいと思います。あった方がいいよね。こちらがオスクラグエドさんの高丸ナショでございます。はい、ありがとうございます。メノンクオリティの問題いろいろ体験してるんですけど、やっぱり、うん、生米もフリーズした方が全然コーヒー持つよ。すごい色がちょっと白くなるけど、そんなに減ってきて、うん、いっぱいに辛くそう酸味が必要じゃないし、うんうんうん、ちょうどいいところに落ち着くっていう。10年間かかるんです。めっちゃいいお店でした。今日最後はヨーロッパ企画の山口監督おすすめの喫茶店でお昼ご飯をいただいて、すいません、このエクストリームカレーデラックスをください。はい、かしこまりました。以上でよろしいですか。はい、大丈夫です。ワンパク、エクストリームワンパクのやつが来ました。バラパンです。苦しいです。これから大阪に向かいます。お疲れ様でーす。どうも。怒ってないですか。怒ってないですよ。どうも。語が本業の方ですね。本業っていうか。本業。うん。カスタマーをし終わってる。